キンプリ長瀬角、甘がいてくれることが心強い。過去、未来を深掘り。ビビ、特別版表紙登場。橋山との近距離ショットも。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、プリンスの長瀬角と橋山が、22日発売の、ビビ8月号、講段社特別版の表紙に登場した。 同グループは5月22日に平野紫洋、岸優太、神宮寺優太が脱退。6月21日には新曲何者のリリース控えるほか、7月1日からはキングプリンスル、日本テレビ系の後継番組がスタート。7月2日には有明アリーナにてファンミーティングが開催予定となっている。同号は僕らの話をしようをタイトルに掲げ、最初から最後までビジュアルはもちろん、 二人の過去や未来を深掘りする内容に、表紙はデニムスタイルで肩を組んだ近距離カットが起用されている。紙面では表紙でも着用しているコーデに加え、カラフルで夏らしいシャツベストのサマーカジュアルスタイル、シンプルストリートな男友達スタイルの豪華スリーパターンで取り下ろし、お互いにもたれかかったり、顔を近づけたり、まるで兄弟のような特別な距離感でのショットを披露している。インタビューでは、 少年時代から長い時間を共に過ごしてきた長瀬と橋が24歳になって感じた心境の変化やそれぞれの大人論を展開。また、それぞれのエンタメについて語り合ったエンタメの現在地やお互いについてもっと世間に知ってもらいたい一面。すごい年、ころ、演じてお身役などを一問一答形式で明かしている。さらに、二人の近い未来の夢を語ってもらったキングプリンスの夢も 会話の中で、隣を見た時に橋、発し、甘がいてくれることが、すごく心強いと流せ。本気でお互いのことを褒めることができる、リスペクトに溢れた二人の関係性に迫っている。今しか話せない、キング、プリンスの新たな魅力に注目だ。8P にわたるカバーストーリーに加え、2パターンの両面ピンアップの閉じ込み付録も、表面の、友情、バージョンは二人のバランスの良さが際立つ全身カット。 裏面の超接近バージョンは二人が顔を超接近させている一枚が起用されている。同号の通常版表紙には藤田ニコルが登場。宮古島のビーチをバックにボリュームのあるバスと引き締まったウエスト、丸いお尻という完璧なボディラインの水着姿を披露している。